こんにちは、トムです。今回はディルムッドの重心化解を使って一気にで遊んでみようかなと思います。変身は速殺と遊撃エルとなっております。で、3P はベジテバラっていうキャラクターですね。照明削りさえついていれば問題ないですね。で、今回超スピア解放してしまってるんですけども、超スピアね、解放しなくても大丈夫です。てか解放しない方がいいですね、一気に専用でしたら。最初はこれで、はい、イステを突破します。で、ステージには一応ね、照明削りなしでも倒せる時はあるけど、たまにね、残る時あったんで、照明削りはつけてあげてください。で、2P のキャラクターはどうするかというと、右の、横間で、ベジタバラに触れて、ディルムッドの友情コンボを出します。そして、それしつつ、右下にいるザコですね。これを2回振りに行きます。はい。2回振れて減速して、ロダンを、左下の方に配置してあげます。はい。反射に触れて、しっかりと左下に配置してあげます。で、次、ベジテバラのターンは、左から横貫してあげて、友情フィールドを出しつつ、ディルムッドの友情コンボでワンパン狙いに行きます。まあ、一気にのね、ワンパンですと、まあ、この編成が個人的にやりやすいなって思いましたね。で、乱入対策は、このまま普通に突破しに行きます。うん。突破して、しっかりと友情コンボでザコを倒しに行きます。うん。で、しっかりとディルムッドで、また、火力を出して、ここを突破しに行きます。うん。うん。OK ですね。で、速殺をつけてるのが、ここのためですね。うん。ここは、SS を打つとワンパンできます。はい。これで、うん。はい、ワンパンができますね。まあ、ストライクショットさえ打てれば、まあ、ワンパン等を狙えますので、まあ、ディルムッドにね、速殺をつけてあげてくださいね。で、もう一つのね、編成を紹介していこうかなと思います。編成は自由枠1、ガーゴイル。正直言って、このやり方は安定はしません。うん、一応こういうやり方もあるよというだけで紹介しようかなと思います。 3P にディルムッドで、 4P は邪魔にならないキャラクターで、SS 短縮弾でディルムッドをね、 SS を短縮させに行くんですけども、まあ一番いいっていうのは、まあ無課金キャラですとロジー B がいいかなと思います。ただ今のところはね、ロジー B はショコにいないので、今回は今のところショコにいるガーゴイルを採用してやろうかなと思います。はい、初手はしっかりと SS 短縮弾をディルムッドに当てて、そしてディルムッドの友情コンボでイステを突破しに行きます。はい。で、その後ガーゴイルでディルムッドに触れて、ここをね、突破しに行きます。うん、OK ですね。で、 3P のディルムッドのストライクショットで SS を打ってワンパンしに行きます。はい。まあ、このやり方ですね。まあ、一応こういうやり方もあるよという感じです。で、乱入来た時が結構この編成だとめんどくさくて、まあ、とりあえずディルムッドで倒すんですけども、で、その後、ボスの裏に配置したいんですよ。ディルムッドのストライクショットは壁すり抜け SS なんで、もしもこの場合ですと、左斜めに弾いて、後ろに張り付きます。はい、こんな風にボスの裏側に張り付いてワンパンをしていくっていう感じですね。まあ正直言ってこの編成はあまり安定はしないんで、まあ一応ね、こういうやり方もあるよっていうだけの紹介でした。はい。で、ロダンはね、どこで手に入るかというと、こちらフレンドガチャでゲットできます。はい。ですので、フレンドガチャを引いて、まあロダンをね、当ててくださいね。はい。はい。ということで、まあ、今回はディルムッドの重心化解を使っていきました。まあ、神殿ワンパンとかもできますし、キラーが4つ持っていて、友情ブースト M もありますので、まあ、普通に工場キャラと考えたら、まあ、結構いい重心化解なのかなと思いましたね。おそらく全敵ロックオンレーザー EL で友情ブーストついたのは初めてかな。うん。まあ、おそらくなんかそろそろなんかツイン全敵ロックオンレーザー EL とかね、つきそうだよな。まあ、エクスカリバーの重心化とかでね、なんかそういう友情コンボつくんだろうなって僕は思っています。
はい、ということで、まあ今回はディルムットの重心化解の使ってみた動画でした。見てくれてありがとう。バイバイ。